はい、どうも、オラスです。突然ですが、皆様ってフィルムカメラで撮影されたことってありますでしょうか？オールレンズとかをね、調べていくと、その時代のね、やっぱフィルムカメラっていうのが気になり始めて、フィルムカメラで撮ってみたいなってなる方もね、結構いらっしゃるんじゃないかなと思います。まあ、ただ、露出設定とか、あとフィルムの管理とかね、フィルムカメラって結構ハードル高いんですよね。そんなフィルムの写りにね、興味津々な皆様へ、今日はね、デハンサーというプラグインをご紹介したいと思っております。このソフト何なのかっていうところをね、簡単にご説明すると、デジタルカメラで撮影したデータをフィルムカメラで撮ったようにね、してくれるフィルムエミュレーターと呼ばれるものになります。このチャンネルを見てくださってる方って、富士フィルムのユーザーの方が多いと思いますので、で、富士フィルムのカメラで言うと、フィルムシミュレーションのようなことができると言えば分かりやすいかなと思います。富士フィルムのフィルムシミュレーションはですね、文字通り、まあ、実際に使われてたフィルムの特性や色味を再現したものになっていて、例えばね、人気の高いクラシックネガとかっていうのは、実はあれ、富士フィルムのスーペリアっていうね、フィルムが元になって、ベースとなって作られているフィルムシミュレーションに。なっております。まあ、そんな富士フィルムのフィルムシミュレーションは結構やっぱ種類あって、今17種ぐらいあるのかな。まあ、当たり前なんですけど、富士フィルムのフィルムしかないわけですよ。まあ、そんな中、こちらのデハンサープロは富士フィルムやコダックなどのですね、様々なメーカーのフィルムをですね、エミュレートしておりまして、その数なんと63種類もあります。で、その中にはですね、映画に使用されているようなフィルムもあったりとか、かなりですね、すごいプラグインになっているというものでございます。で、使用できる編集ソフトはですね、プレミアプロ、アフターエフェクト、ファイナルカットプロで、ダヴィンチリゾルブ対応しておりまして、で、動画編集の他にもですね、写真編集用のソフトもフォトショップやライトルーム、キャプチャーワン等にも対応しておりますし、またですね、 ISO 版のアプリもありますので、iPhone とかでね、なんでスマホで撮ったデータを、まあ、スマホでね、編集して、それで完成させるっていうね、まあ、スマホだけで完結するようなこともできちゃいます。iOS 版のね、動画はまた別でね、撮ろうかと思っておりますので、今日はですね、PC 版のダヴィンチリゾルブを使って、今回ね、レビューをしていきたいと思っております。はい、ではこちらのデハンサーはですね、まず使用するためにはソフトのダウンロード、インストール、あとライセンスの購入がね、必要となります。で、ダウンロードは概要欄にリンク貼っておきますので、そこからアクセスいただいて、デハンサープロをですね、ダウンロードしてください。で、インストールにあたって一つだけ注意事項があります。皆さんが使っているグラブのですね、メーカーによってインストールするファイルが違ってきますので、NVIDIA のね、グラブを使っている方、RTX とか GTX を使っている方は、CUDA のですね、ファイルを開いてください。で、逆にですね、AMD の Radeon とかを使っている方は、OpenCL のですね、ファイルをインストールしていただく必要がありますので、ご注意ください。で、それでインストールをしていただいて、で、あとですね、別途、ライセンスの購入っていうのもしていただく必要があります。はい、でね、ライセンスの購入については最初に、ね、2週間の無料トライアルがありますので、それでね、一度試してみてもらってから、その後ね、ライセンスを購入するっていう感じでね、いいんじゃないかなと思っております。で、ライセンスの購入に関してはですね、月額と年額と、あと永久ライセンスがそれぞれありまして、まあ、価格差もね、ある感じになってます。でも先にね、言っておくんですけど、このソフトね、価格は少しお高めです。高品質なね、プラグインになりますので、まあね、それなりの値段をするのはね、当たり前っちゃ当たり前なんですけど、まあでもちょっとね、ためらってしまう値段ではありますよね。永久ライセンスに関しては449ドル。で、今のレートでいくと約6万7000円ぐらいですかね。まあ7万近くなってしまいますので、これはね、確かにね、自分でもちょっと高いなと思います。まあでもね、考えてみてください。今ね、フィルムの値段ってね、結構するんですよ。それこそ人気の高いフィルムだったりとか、レアなね、フィルムとかって1本3、4000円ぐらいするものもありまして、やっぱフィルム1本あたり撮影枚数がだいたい36枚と考えると、100枚撮るだけでね、それだけでもう1万弱になってしまうわけです。で、現像プラスね、プリントとかにも費用がかかると考えていくとですね、まあ永久ライセンスが
まあ大体撮影枚数600枚分ぐらいって考えると、なんかねすぐ元取れちゃうような気がしません？まあ、さらにですよ、映像用のですねフィルムともなるとそもそも手に入れなかったりとかすることもあると思いますので、それをデジタルで簡単に再現できてしまうって考えると、あれ安いのではってね思っちゃうんですよね。でしかもですよ、用意されているフィルムエミュレートの中にはですね、富士フィルムのフィルムシミュレーションの元となったフィルムも用意されておりますので、他のねメーカーを使っていてフィルムシミュレーション使ってみたいよっていう方にもですね、似たような色味を再現できちゃうんで、これ本当にねやばいなと思ってます。はい。でね、そんなむしろねコスパがいいとも言えるこのデハンサープロなんですけれども、使い方はねかなり簡単です。まずインストールしてもらった後ですね、ダヴィンチリゾルブをまず起動してみてください。インストールしてもらった後、ダヴィンチリゾルブを起動してもらって、編集したいソフトをねタイムライン上に置いてください。で今ねこちら素材はね動画にしてるんですけど、別に写真データもやり方はね基本的には一緒なので、これ別に写真データをここに載せていただくでも全然大丈夫です。で素材データね置いていただいた後、一回ですね、ここのカラーページのタブに行ってください。今これノードをね追加してるんですけど、シリアルノードをねまず一つでいいので追加してください。で一番最後のノードにですね、このエフェクトのタブにある一番下にですね、新しくフィルムエミュレーションのデハンサープロっていうのがね出てきているかと思いますので、これをドラッグ&ペーストしてください。デハンサープロの設定タブが出てきますので、いろいろとねインプットだったりとかフィルムデベロッパーとかフィルムとかね、いろいろ項目がバーッと出てきてるかと思います。でここでねフィルムのような映像を作り出す設定ができるわけです。一つのプラグインでねいろんなエフェクトをかけることができまして、項目としては結構な項目数あるんですよね。全部数えると18種類ですかね、項目が出てきているかと思います。で今日はですね、もう全部ちょっと説明するのは時間がないので、メインどころのね説明を中心に、とりあえずこれだけしておけばフィルムエミュレートがねできるよという部分をご紹介したいと思います。で一つ目はまずこちら一番上にあるインプットの部分ですね。でここの部分で元の映像がどういったデータなのかっていうのを指定してもらって、編集のねベースを作ってもらいます。今回ね自分はこれログ撮影で撮ったデータを使っているんですけれども、このままだとねやっぱちょっと白っぽいというか色が薄いね眠たい絵になっているかと思いますので、これをまずカラーコレクションしていく感じですね。ダヴィンチリゾルブにもカラースペース変換っていうねエフェクトが、似たようなことができるねエフェクトがあるんですけれども、まあ、それとね同じような感じで、ここにですねソースとなっているところで、この元となっている映像の設定みたいなところをね合わせていくような作業をしてください。はい。でねこの今見ていただいている素材は富士フィルム XS20 で撮ったね Flog2 の素材になっております。なのでここのソースの部分をですね、この Choose カメラっていうやつにしてもらって、でここから富士フィルムを選び、 XS20 がないので XH2S にしてもらって、ここから Flog2 を選んでいただく形がいいかなと思います。でここのですねチューズカメラに関しては、初期だとねデータがないかと思いますので、最初はデータをねダウンロードする必要があります。チェックプロフィールっていうねボタンが出てきているかと思いますので、そこからデータをねダウンロードしてください。他のメーカーのカメラもですねちゃんと用意されておりますので、ご自身のカメラの設定でやってください。まあ、もしですねログ撮影ではなくて、通常のもうすでに色が取り込まれている状態で撮影した場合は、こういったねレック709とかを使ってもらえれば設定反映できるかと思いますので、ここはまずね自身で撮っていただいたデータに合わせて選んでください。はい。でここの画面でですね、ここの項目で光の量を調整したりとか、あと色温度をね変更したりっていうこともできちゃいます。で使うやつ2つ目がですね、フィルム、こちらの部分ですね。ここがエミュレートしたいフィルムを選択する項目になっております。で見ていただければ分かる通り、かなりね項目数ありますので、まあ、ここはね
気に入ったものがあればそれをね反映していただければいいと思うんですけど、最初どれ選べばいいか分かんないと思いますので、まあ、個人的に、ね、気に入ったフィルムをいくつかご紹介したいなと思います。まず一つ目がですね、こちら富士フィルムのインスタックスですね。これがですね、富士フィルムのいわゆるインスタントカメラ、チェキとかにですね使われているフィルムになっておりまして、まあ、かなりエモい感じをね出せるので、なかなかいいじゃないかなと思っております。そしてもう一つがシネスチール 800T というものですね。映画用のタングステンフィルムになっていまして、ちょっとね青みがかった映像を作ることができるフィルムになっております。で、今これちょっと明るいところの映像に差し込んじゃってるんですけど、これ 800T っていうのがね、もともとちょっと夜とか少し暗めの映像向けのものになっておりまして、サンプルで言うとこれかな、ちょっとね青みがかった写りになってくれるので、シネマチックなね映像を作ることができるかと思います。で、もう一つがですね、コダックビジョン3の 500T ってやつですね。これだ、はい、コダックのビジョン3、シネマチックな映像にしてくれるフィルムになっていまして、これも実際にね映画に使われている映画用のフィルムになっております。はい、で、あとはですね、こちらの富士クロームベルビア、これはですね富士フィルムのフィルムシミュレーションにもなっている高彩度のフィルムになっておりまして、富士フィルムのシミュレーションでいうとベルビアビビットっていう名前のねシミュレーションになっておりまして、こちらのフィルムがそれのね元になっているというものでございます。あとはコダックのポートラってやつですね、まあ、こちらもねかなり有名なフィルムになっておりまして、まあ、自然な花色が表現できるということで、主にポートレートにね向いたフィルムになっております。まあ、ただ色もね結構鮮やかに出るので、いろんなシーンね使えるフィルムなんじゃないかなと思っております。で、さっきからねフィルムの名前の後に160とか500とか800とかね、いろいろ数字が載ってたかと思うんですけど、これはですねいわゆる ISO の値になっておりまして、低いものはですね明るい場面での使用に適しておりまして、数値の高いものに関しては暗い場面での使用がですね想定しているというものになっております。本当にですねいろんなメーカー、いろんな種類のですねフィルムが用意されておりまして、本当に有名なフィルムやレアなフィルムっていうのもありますので、かなりですね表現の幅がねこれだけでも広がるんじゃないかなと思っております。でね、3つ目なんですけれども、こちら、ここのですねプリントっていう項目になりますね。これなんですけど、フィルムカメラはね、まあ、フィルムを現像して、そしてプリントをして初めて写真としてね出来上がるんですけれども、このプリントするね用紙によってもですねやっぱ色って変わってくるんですよね。で、このデハンサープロではですね4種類ほどこのプリントのプリセットを用意されておりまして、そのうちのねこの富士フィルム3513とあとコダック2383、ここがねやっぱり使用頻度が高いのかなと思いますので、まあ、ここはねお好みで選んでいただければいいんじゃないかなと思います。まあ、ただこのコダック2383はやっぱり映画のでも、ね、現場でも実際に使われているというところで結構おすすめなんじゃないかなと思います。富士フィルムのこの3513も、2013年とかまでだったかな、ちょっとすいません、あの合ってるかどうか分かんないんですけど、まあ、それぐらいまで実際に使われてたプリントフィルムということみたいなので、こちらで撮られた映画っていうのもいくつかねあるんじゃないかなと思います。ちょっと印象的にはこっちの富士フィルムの方がシャドウに少し青色グリーンが乗るようなイメージなのかな。で、コダックの方は少しマゼンダというか赤色が少し入るようなちょっと暖色系の色味になりますね。で、ここでもまたですね色温度を変えたりだとか露出の調整っていうのもいじれたりします。で、最後3つ目なんですけれども、ここですねフィルムグレイン、こちらもですねフィルムルックを作るために重要な要素の一つになるんじゃないかなと思っておりまして、これ何かというと、まあ、粒子状のノイズをね乗せることができるエフェクトでございます。今ねこれ 35mm の ISO250 になってますけど、例えば 8mm のISO250 とかにするとですねかなりザラつきが増えたかと思います。で、この辺のね粒子感ザラつきみたいなところを出すことによって、まあ、
フィルムっぽい、なんて言うんでしょうか、ちょっとノイズが乗ったエモい感じのねルックを作ることができるというものになります。他にもね、ハレーションだったりとかブルームとかね、いわゆるハイライトを少しにじませるような効果を持つようなエフェクトだったりとか、あとフィルムのダメージ、あとフィルムブレス、なんか本当にフィルムがね、実際の生のフィルムみたいな効果をね生むような、こういったエフェクトがあったりとか、まあ、本当にいろいろとですね、ルックを再現するための細かい調整というか表現をね付け足すことができるエフェクトが揃っておりまして、でまたですね、このラットジェネレーターを使えばですね、この気に入ったフィルムのですね色味をラットにすることもできまして、まあ、グレインとかのね特殊効果は持っていけないみたいなんですけど、まあ、例えばパナソニックのねルミックス S5 Mark II とかはリアルタイムラットというですね機能がありまして、オリジナルのラットをカメラに取り込んで、まあ、それこそフィルムシミュレーションみたいな形でね、もう直接撮影データにそのラットを当ててですね撮影することもできちゃいますので、まあ、かなりね相性がいいんじゃないかなと思います。本当にいろんなフィルムとかの効果をここでねどんどんラット化していくっていうこともできるので便利かなと思っております。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回はですねデハンサー様からお声掛けいただきまして、こちらのデハンサープロのご紹介だったんですけれども、いやマジですごいっすよね、まあ、ここまでね手軽に高品質なフィルムの色味を再現できるっていうのであれば、まあ、撮影もやっぱり楽しくなると思いますし、出来上がった映像のね完成度が一味違った形でね、かなり満足のいくソフトになってるんじゃないかなと思っております。まあただね、冒頭でもお話しした通り決してね安いソフトってわけではないので、まあ最初はね2週間のトライアルを使ってもらって、ご自身の用途に合ってるかっていうのを見ていただいて、そこからねしっかりと検討していただければいいんじゃないかなと思っております。で、まあもしね欲しいなと思うルックのフィルムがもう 2,3 種類あればですね、全然投資してももうすぐにね元取れちゃうんじゃないかなと思っておりますので、まあ、そういった意味で自分はですねもう永久ライセンスを最初からね購入する方がおすすめなんじゃないかなと思っております。でまたですね、今回デハンサー様からクーポンコードも発行していただいておりますので、ライセンス購入時にウランス、こちらのコードをですね記入していただければ 10% の割引を受けることができますので、ぜひ活用いただければと思います。でこちらのチャンネルでは、まあ、こういった撮影に関するお話だったりとかデスク周りのガジェットをレビューさせていただいております。ぜひともチャンネル登録高評価もぜひよろしくお願いいたします。またあの感想とかコメントとかもいただけますとモチベーションになるので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。